はできるようだな。 この程度の式で隊長気取りか。
この程度の式で隊長気取りか。
らないピョン。なんですかこのウサギさんは、見かけばっかりで全然弱いではないですか。こらこら、そこのウサギさん、おいたはダメですよ。おいたはこのダニエル様がお仕置きを。パリ過激だ、これで終わりにさささささ。出てくるピョン、蒸気銃プレリュード。危ない、下がって。なんだ話が違うじゃないか。パリ過激団とやら、ミーを守らせてやる、守らせてやるから助けてみろ。大神さん、あの貴族の人が。守らせてやったのに、グズが、お前のせいで手のひらをすりむいたじゃないか。ミーに命令するな。身の程を知れ、この役立たずが。待って、どういうつもりだ。貴公は日本人。パリに来て間もないというのに、何故パリの人間を。ましてや、自分をあれほどまで愚弄した者に好き放題言われてなぜ怒らぬ。貴公には日本人としての、男としての誇りというものがないのか。何？大神さん！いい子しゃくな！ならばお前の誇りとやらをズタズタに切り刻むピヨン。
三人袋の尾が切れたぴよん。真っ二つぴよん。ジガンテスクシザー。うわっ。荒波の力を我が手にクロスバーン。うさ、ふっ、うさ、あまたは奇跡の光を届け心に。隠れでユミエール。えいや、うさ、任せろ。よろしく。この程度の式で隊長気取りか。エリカ、エンジン全開です。
了解。本気を出すぴょん。死ぬぴょん。エリカ大感激です。成敗してくれる。なる荒波の力を我が手にクロスバーン。うさ、ふっ、行くぞ。邪魔だ。この志蔵様がただの人間にやられるとは納得できないピョーン。終わりましたね。ありがとうございます、大神さん。褒められるまでもない、当然の結果だ。なんだそれは。大神さん、どうしちゃったんですか。大神さんが私たちパリ歌劇団の隊長さんだったんですね。グリシーヌさん、どうですか、一緒にお話しませんか。遠慮する、私にはすべきことがあるからな。では。冷たく見えても根はいい人なんですよ。それに戦いも強いし、私よりずっと立派です。大神さん。
んでもありません。あの、きれい。大神さん、この花火が終わったら東京の花組でのお話を私に聞かせてもらえませんか？私、大神さんのこともっともっと知りたいです。了解しました、隊長。Thank you.